韓国整形で最近問題になっているのがビフォーアフターの写真え加工してますよねっていう話ですねあの加工されているともう肌質からして全然分かりますよね拡大した時に肌感が荒いのも分かっちゃうしもう造形もおかしいとでこれまず論外だと思いますこういう病院 あのもし加工がね OK だとするならばビフォアの写真もゴリラでもいいわけですよチンパンジーでもいいそれって全く参考にならないし、えー、やめた方がいいということですであの言葉が伝わらないことをいいことにですねあの金太郎ア量産型病院があるんですねあの 誰が言ってもいつ言っても全員一緒の顔にするのこれ本当にバレるのでやめた方がいいと思います将来後悔しますでほんの5年前の韓国政権のデザインって大体これだったんですねはいこれがまあ証拠というかですね、えー、まあ、注意していただければと思います、えー、具体的な石選びのご相談政権のご相談に関しては下の概要欄のメールフォームからお送りください。